前回動画アップした時に、結構周りの方からご意見いただいたんですけど、ただ淡々と作業風景をアップしてるだけで何をしてるか、いまいち分かんないよって、ご指摘いただいたんで、今回は作業ごとに、ちょこっと説明を交えて撮っていきたいと思います。まずは、芯材を使って、下台の元となる板たちを組んでいます。芯材を使うことによって軽量化されてます。次にタモの向く板を使って、下台の引き出し扉前の材料を取っています。先ほど作った芯材に速乾ボンドを塗って、ベニヤを貼っていきます。芯材とベニヤを貼り合わせた後、プレス機に入れてしばらく置いておきます。これからこの板にダボを、打ち込んで、棚板の受け用のダボを埋めていきたいと思います。これはお客さんの希望で、ちょっと多めにダボ打ってますね。かなり調節たくさんできた方がいいみたいなんで多めに打ってます。扉の中に、電源が挿せるようにコードを設置しました。裏側に向けてテレビのリモコンがちゃんと反応するように隙間を空けてます。ここにはまる棚板を3枚、次に引き出し3段、真ん中に棚3枚。引き出しのパーツを作ってます。この大きい機械はパネル層といって、2700ぐらいの高さまで材料を縦にかけます。この機械は祖父からいただいたものなんですけど、祖父と一緒でちょっと年式は古いんですけどね、祖父と一緒で頑張ってまだ働いてくれてます。裏にゴミ溜まるんですよ。
これからようやく、作った引き出し棚下台に色入れていきます。これは水性塗料ですね。お客さんの希望でウォルナットカラーに塗装しています。下台の、板の小口ですね。小口には小口テープっていう木目のテープを貼って白に塗装していきます。扉と引き出しはウォルナットに塗装したんですけど、下台の外側は、白で塗装していきます。だいぶ下台が完成しましたんで、これから天板を作っていきたいと思います。引き出しを、ね、天板の材料切ったんで、糊塗って貼っていきます。いや、工場にね、エアコンないからすごい暑いんですよ、糊を乾かしてる間に天板の大手を作っていきたいと思います。先に大手作ろうと思ったんですけどね、夏だからやっぱりボンドが乾くの早いんですね。なんで先に天板を仕上げてプレスに入れておきます。仕上げに塗底をつけていってます。明日ですね、お客さんのとこ持っていくんで、最終仕上げで取ってつけたり、下にクッションつけたり。この板はテレビを壁にかけて使うための裏板になってます。この板にテレビをかけていきます。テレビの配線が露出するっていうのはすごい気になるんですよね。なんで今回は、裏板の裏にコードを通して、表からはコードが見えない作りになっています。ついに完成しました。明日はお客さんの家に持っていきます。設置画像です。配線もうまく隠れて、バッチリですね。